金車地賞は日本中央競馬会が中京競馬場で施行する中央競馬の重賞競争である。競争名は名古屋城のシンボル金のシャ地に由来する。シャ地は水を呼び火を防ぐと言われている。1965年に別定重量の重賞競争として中京競馬場の砂1800メートルで創設された。その後、 試行コースは1970年から芝コースでの試行に変更。負担重量は1966年から1995年までハンダキャップとされたが、1996年から再び別定となるかつ、宝塚記念へのステップレースにもなり、合わせて距離も2000メートルに変更された。2012年から2016年は11月末から12月開催と、 なり、有馬記念へのステップレースにもなっていたが、2017年からは、開催時期を3月に変更し、本競争の一着場に同年から GI に昇格した大阪杯への優先出走権が付与される。外国サンバは1996年より出走が可能になった。2000年からは、外国馬も出走可能な国際競争となり、2012年からは、地方競馬所属馬も、 出走可能になった。以下の内容は2021年現在のもの。出走資格、サラ系4歳以上負担重量、別で大阪杯のステップ競争に指定されており、地方競馬所属馬は大阪杯の出走候補馬に優先出走が認められている。また、地方競馬所属馬は本競争で2着以内の成績を収めた馬に、 大阪杯の優先出走権が与えられる。2021年の一着賞金は6700万円で、以下2着2700万円、3着1700万円、4着1000万円、5着670万円。コース種別を記載していない距離は芝コースを表す。優勝馬のバレーは2000年以前も現行表記に揃えている。競争名は第6回が、 博多ステークス、各界競争結果の出展、ありがとうございます。